都島一3月20日から1944年8月5日は日本海軍の軍人戦闘機搭乗員。最終階級は三等飛行兵装。第57期普通科信号術練習生、兵費7期卒業。第二次世界大戦でのオーストラリアにおける日本兵捕虜第1号であり、カウラ事件の中心的人物でもある。香川県三豊軍。 勝間村出身。農家、都島玄米と小松の三男として生まれる。勝間尋常小学校、高等科、青年訓練所を経て、戦闘機搭乗員を志1938年、佐世保海兵団に入団。普通科信号術練習生、長良乗り組陸戦隊、千歳、加賀乗り組を経て、第56期操縦練習生に合格。 1940年9月、操縦練習制制度廃止により兵種飛行予下、練習制、第7期制となる、第2航空戦隊空母、飛竜航空隊の所属となった。1942年2月19日、名雲忠和中将を率いる第1航空艦隊は、ダーウィン空襲を実施する。この日、空母、飛竜から発進した、攻撃隊の機数は、 零式艦上戦闘機9機、99式、艦上爆撃機17機、97式、艦上攻撃機18機であった。戦闘商法によれば、豊島は零戦隊第一小隊3番機として午前6時30分ごろ発艦した。オーストラリア軍が撮影した、登場機高度5000メートル東飛行場滑走路上の航空機を機重奏車にかかる、 直前の午前8時15分20分頃、東部パーリマー校車砲隊前からの砲弾の破片が、エンジンオイルのタンクを貫通して、エンジントラブルを起こした。豊島は遊軍に別れを告げると、8時30分頃、飛竜に、我がスめるビル島の中央密林中との打電を打ち、メルビル島のスネーク湾に不時着した。打電を受けた、淵田光夫中佐は、 直江巡洋艦のト根内七熊から水上偵察機を探索に向かわせたとされるが、街頭の推定関係者は記憶にないとしている。間もなく、本国からは自爆、戦死と認定され、一等水兵から三等飛行兵装へと一階級、特進。右目上の列車のみで済んだ豊島は、すぐさまその場から離れ逃走を図ったが、24日現地のアボリジニである。 ティウィ族に捕まり、合軍後兵隊第23中隊のレスリー・パウエル軍曹に引き渡された。保虜番号は POWJ910 から1。この冷戦は連合国側にとって最初の六角機であったが、機体の損傷が甚だしく、完全な機体を入手するには、半年後の悪ンゼロを待たなければならなかった。都島は、南田田尾兵僧長を名乗り、 中高位手の兵装庁でアンボンからダーウィン空襲に向かったが落下山降下したと名乗っていた。メルビル島から遠く離れた南オーストラリア州アデレード近郊の民間の在郷法人を対象としたラウディ収容所に拘留された。しかし入所して1週間経った時、馬で脱走して飛行場まで強行突破し飛行機を強奪戦とする騒ぎを起こしたが、 飛行場までたどり着く前に捕獲された。その後、シドニーの西方約600キロにあるやはり民間の在郷法人を対象とした兵の収容所に移された。収容所での生活は1日8時間で、道路の補修作業や巻き集め、柵を作ったり、牛馬の糞を集めたりと、過酷なものではなかった。兵収容所には他の日本兵捕虜も収容されていた。 同年2月15日、作敵中に交戦し不時着した、東港空大帝隊、所属97大帝登場員の高原望国一飛走、古川金一二星走、沖本春吉一飛走、天本正義三走、平山はじめ層の5名である。しばらくは孤立していたが、飛行機登場員ということに気づかれると5名より、リーダーとして立てられる。また、 他の一般人収容者も、都市マに同情的で、銀行員など工学歴者が多かったことから6人に様々な知識を伝授した。この時期から英語を学び始めたようで、高原はあっという間に追い越されたと回想する。起因やがて戦争の長期化に伴い、捕虜の数は次第に増加した。軍の捕虜は、兵の収容所の民間人より分離され、まとめてカウラの 第十二捕虜収容所に移されることとなった。当初の捕虜は、台南航空隊のエースパイロット柿の元の窓火事に、ヒソーらと島と同じ海軍パイロットが中心だった。捕虜の自治が認められていたことから、と島は人望と英語力を買われ、団長に選出される。乾燥したオーストラリア特有の空気から、返答声援に悩まされ幾度となく、入隊員を繰り返したものの、 捕虜のリーダー的存在として、豪軍側からも、捕虜側からも大いに信頼を寄せられていた。しかし戦争の長期化で、一年も経たずに、陸軍の一般兵士が圧倒的に多くなった。これに伴い、陸海軍の主導権争いが起こるようになる。当時、捕虜のまとめ役である団長の豊島のみならず、 副団長や事務局員ら捕虜のリーダー陣はいずれも、古参の海軍航空兵で固められていたが、少数派である海軍が首脳権を握っていることに、不満を持った陸軍は6月前後、選挙を提案。結果新たに陸軍の団長、副団長が選定された。しかし、欧州軍側との交渉はこそ、一方で、豊島も主導権確保のために、海軍の新参兵のみならず、 陸軍強硬派の抱き込みを行った。カウラでの生活は過酷なものではなく、むしろ極めて人道的な扱いがなされた。だが、そのような待遇は捕虜たちに、心理的な葛藤を生み出した。生きて、旅衆の恥ずかしめを受けずと教え込まれてきた捕虜たちに、とって、こうして、捕虜となることは、本来許されるものではなく、それどころか収容所での人道的待遇は、 生きることの価値をも感じるようになっていった。距離へ帰ろうにも帰れず、かといって帰化することもできない。こうしたジレンマに加え、選挙区が日々悪化していく事実は、現地の新聞から読み取れていた。捕虜たちは、居場所を失った以上、自分たちの手で手をつけなければならないと感じるようになった。経緯1944年8月、カウラの収容人数が、大幅に、 定員オーバーしたために、将校、可視官を除く兵士を4 0 0トル西に位置する兵の捕虜収容所に移すことが計画された。これに対し兵士と可視官は不可分とする一部の強硬派が月光、これを契機として捕虜収容所からの脱走を持ち出した。他の捕虜らも次第にこうした行為に従うようになり、投票で脱走に同意。しかし、 都島もこうした動きを抑えられず、脱走の指導者に持ち上げられた。生存者の中には都島が強硬派を裏で、先導していたのではないかと推測する意見があるが、かといって強硬論を推した形跡もなく、実際の立場がどうであったかは不明。決起直前の8月5日午前1時45分、捕虜の中に警備兵に、脱走の動きを伝えようとする者がいた。それを見都島は、 裏切り者は殺せ。と叫び、繰り上げて、キャンプの門へ走り、ラッパを吹き鳴らした。これを合図に、捕虜らは一斉に脱走を開始した。この中で、豊島は3、4回頃に胸に銃撃を受けて倒れ、タバコを一服すると、他の捕虜から借りたナイフで喉をかき切って自決した。去年24、その後長らく身元不明であったが、1981年に、 旗タイ彦の調査で、南忠尾イコール都島一であると判明した。現在、このラッパはオーストラリア戦争記念館に展示されているほか、オーストラリア航空歴史センターには豊島が、不時着時登場していた機体の胴体部や残骸から、取られた各種パーツが展示されている。これらは1977年に、メルビル島のティウィ族から永久対応されたものである。旗 P252 では高原以外の偽名は、山川清井野春吉、天川昇、平田和夫となっている。ただし、畑井久彦によれば、団長の金沢良、副団長の小島正夫は恩恵派であると思われ、特に小島は、先人君に会議的な立場であった。ありがとうございます。